江本葵は神奈川県川崎市多摩区出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小1から野球をはじめ、リトルシニアでは投資圏外野手として全国優勝を果たす。九州国際大学附属高等学校時代は2009年に夏の甲子園に4番打者として出場。高校通算47本塁打。 高角二長打を打てる上にかなり足が速いところから、九州の一郎と呼ばれた。二学年先輩にニホアサヒ、一学年先輩に、河野元気、一学年後輩に、三吉匠、高木俊人、二学年後輩に古城拓がいる。2010年のプロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから四巡目で指名。契約金三千万円。 年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は36。2011年には一軍昇格の機会はなかったものの、イースタンリーグ公式戦36試合に出場。少ない打数ながら打率3割を記録した。2012年には自身と同じ左打ちでレギュラー外野手の鉄平が右肩の痛みを訴えたことから、 鉄平に代わって5月26日にプロイリアと初の一軍選手登録を果たした。以降の試合ではプロ初安打を放ったほかスタメンでも出場。6月6日に鉄平が一軍に復帰した後も同月18日に出場選手登録を抹消されるまで引き続き一軍へ帯同していた。7月19日にハードフエコスタジアム新潟で開かれた フレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の3番、右翼手として、フル出場。4打数に安打の活躍で優秀選手賞を獲得した。2013年には、2月のオープン戦の試合前に、他の選手による、遠投の球で右方を骨折。その影響で、開幕から2軍での調整を余儀なくされた。1軍のレギュラーがいい野手、正差は両の負傷によって、 8月21日にこの年、初めて一軍登録。8月25日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、8回裏に4番打者、アンドリュー・ジョーンズの体操で出場してから、9回裏に、迎えた、この年初打席で、宇宙館へサヨナラ安打を放った。この安打では、一軍での初打点を挙げている。2014年には、 春季キャンプから一軍への帯同を続けた結果、自身初の開幕一軍登録を果たした。レギュラーシーズン通算では、ダイソーや守備要員を中心に、一軍公式戦24試合に出場した。また、シーズン終了後に開催された第1回 U-21 野球ワールドカップでは、オーバーエイジ枠で、日本代表のメンバーに招集。 全8試合に先発で出場するとともに、20打数5安打2打点13支給という成績で、チームの準優勝に貢献した。2015年には、1軍公式戦15試合へ出場。4試合で、スタメンに起用されたほか、3得点を記録したが、打撃面では18打数1安打という成績に、とどまった。10月には、フェニックスリーグに参加したが、 球団は10月26日に榎ノ本の支配下選手契約を解除。11月19日には育成選手として球団と再び契約を結ぶとともに背番号を036に変更した。2016年にはイースタンリーグ公式戦60試合に出場。1本塁打16打点、3盗塁打率、287という成績を残した。しかし、 支配下登録選手への復帰を果たせないまま、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。10月31日に、NPB から自由契約選手として公示されたが、NPB た球団での現役続行を希望していたため、11月12日には12球団、合同トライアウトに参加。シートバッティング形式の対戦で、5人の投手を相手に、 五打数1安打1支球に三振という結果を残した。2016年11月25日に東京ヤクルトスワローズが榎本の獲得を発表した。支配下登録選手としての契約で背番号は64。2017年10月3日に球団から自身2度目の戦力外通告を受けた。11月15日に昨年に引き続き12球団合同トライアウトに 参加。4打席でに安んだ1本類が1死休という成績を残したが NPB 球団からの獲得には至らなかった。トライアウト後、東京都足立区を拠点に活動する社会人野球クラブチームのリベンジ99への入部が決まった。会社員として勤務しながらプレーすると報じられた。2018年6月5日、ベースボールチャレンジリーグの富山、 GRN サンダーバーズが、榎ノ本の入団を発表した。発表に付されたコメントでは、NPB への復帰を目指すことを表明していた。2019年シーズン終了後に、富山を退団することが発表された。2020年にインスタグラムアカウントを開設し、オンラインレッスンと称して、球児向けに野球技術のアドバイスなどを発信している。速とだ方が、 持ち味のガイア種。相性は、柄の巻き場を。ありがとうございます。